こんにちは、シリコンスタジオの辻です。今回はですね、我々の方でシリコンスタジオで開発中の水地 4DC システムについてのお話をさせていただこうかなと思います。ちょっと突然ですけれども、この中でゲーム業界ではない方ってどれくらいいらっしゃいますかね。はい、ありがとうございます。今回ですね、ぜひノンゲームの業界の方もちょっとヒアリングとか意見交換とかしていきたいなと思っていますので、ぜひこのコーナーの質問の後でも、コーナー後の質問コーナーでもいいですし、2階の方でブースを開いてますので、そこに来ていただいて、ぜひお立ち寄りいただければと思います。で、私の自己紹介から始めたいと思いますが、ミドルウェアの技術部というのがありまして、私はそこの部長をやっております。で、シリコンスタジオのミドルウェアというと、代理販売店とか含めると、また結構数はあるんですけど、自分たちで開発して、メンテナンスして、サポートしているという意味では、この4つが主力製品となります。エビスというポストエフェクトのエンジンと、エンライテンというグローバルイルミネーションを計算してくれるソリューションと、ミジスというレンダリングを行うエンジンと、で一つのゲームエンジンとして全部入りのオロチというものになりますね。で、私がミドルウェア全部を統括している部長になります。で、今回もう一人最後の方で実演をしてもらうことになる川野俊石というものがテクニカルアートの室長をやっておりまして、彼の方で、いろんなことをやっていまして、ミドルウェアとしての、一緒に協力して、ミドルウェアのデモを作って、その時のコンテンツをもちろん作っていただもらうし、あるいは、社内外の、いろんな受注案件がありますので、それのミドルウェアのコンテンツを作ったりとか、そういうことを、川野を主体としたチームがやっています。で、簡単に我々のミドルウェア何をやっているかというのをご説明をちょっとさせていただこうかなと思います。で、エビスと呼ばれる、ゲーム業界の方だと結構ご存知の方いられるかなと思いますが、ポストエフェクトと呼ばれる、その 3D のレンダリングをやった後に、いろんな被写界深度ですとか、グレアの眩しい表現ですとか、モーションブラーとか、いろんなポストエフェクトがあるんですが、それを司るミドルウェアがエビスというものになります。で、これまでの採用実績はですね、50タイトル以上ありまして、国内はもちろん海外はたくさんのタイトルで採用されています。で、エンライティンというグローバルイルミネーションですね、現実世界ですと物事は直接光からだけのシェーディングだけではなくて、間接光って光がバウンスして物が照らされているわけですけども、これを真面目に計算してしまうと非常に時間がかかってリアルタイムで行えないものになってしまいますが、そこをリアルタイムで行えるようないろんなトリックですかノウハウを入れたものがエンライテンというイルミネーションのグローバルイルミネーションのソリューションになります。で、ミズシと呼ばれるレンダリングエンジンというのも持っていまして、数年前から開発販売しておりますが、当初はですね、ゲームを主な目的として開発していたんですけど、非ゲーム業界での採用も結構増えてきましてですね、その辺の例えばこの辺の左側に映っているこれは住友さんの、住宅販売の促進の販売のソフトウェアなんですが、こういうものに採用されたりとかですね、ゲーム業界以外でも採用が広がっていると。で、オロチと呼ばれる、これは言ってみればユニティとかアンリアルに対になるものと言っていいんですかね、PC とか PS4、Xbox、その他いろんなゲームコンソールに対応していまして、最近ですと、コンパイルハートさんとか、アイディアファクトリーさんとかのゲームは、このオロチを使ったゲームで採用が増えています。で、今回のアジェンダですね、水地エクセンションフォーマイヤーと言いまして、これはまだ販売前なので、軽い側の名前ではあるんですが、これを作った経緯ですね、なぜ我々がこういうことをしたかったのかという説明と、コンセプト、どういうコンセプト設計概念のもとに作られたというのと、実装に、ちょっと具体的な実装の面とかの話をした後に、ちょっとこれからのロードマップ、で、最後に、カーノーの方から実演デモということをお見せしようと思います。で、この水地エクセンションフォーマイヤーの開発に至るまで、なぜ我々がこれをやろうと思ったのかという話ですね。当初は先ほど言ったように、そのゲーム業界で使われることを目的にレンダリングエンジンという水地というものを作ったんですが、非ゲーム業界の問い合わせは結構多くてですね、予想以上に多くて、これを、で、そのうちの一つに映像制作に使えないかと。リアルタイム CG もかなり進歩してきましたし、あとこれから 4K、8K の時代を迎えるにあたって、やはりレンダリングコスト、非常に上がっていくということで、このコストを削減したいというお客さんが結構いらしたので、じゃあ本格的に作ってみようと。で、これを作った上で、車業界とか住宅建設業界にもいろいろ横転換できるんじゃないかなということで、作り始めようという本格的にこう考え始めたという次第であります。
で、リアルタイム CG の進歩はですね、まあ、ゲームのグラフィックスというと、まあ、これまでのプリレンで比べるとやっぱり非常にこう、まあ、高速に動く分非常にこうしょぼいというか、あのグレードが下がるものだったんですが、数年前から物理ベースレンダリングが主流になってですね、かなりリアルな表現が可能になってきたと。で、もともとゲーム向けに作られているので、プリレンですと、まあ、1枚の絵を作るのに、まあ、そうですね、数時間とか何十時間とかかったり、しかもその何台も のレンダリングサーバーを使ってとかあるんですが、ゲームだともちろん 60fps、 1枚に60秒コマ、1秒に60コマもしくは30コマとか作るので、まあ、もちろん数百倍から数千倍早く動かさなきゃいけないということで、まあ、ゲーム業界では そういう意味ではゲーム業界が一番進んでいるわけですね。そういう辺のノウハウが水地には詰まっていますし、あと恵比寿、これは我々が魔法のふりかけと呼んでますけれども、まあ、そうですね、 3D で描画して、まあ、なんていうことない普通の変哲な描画でも恵比寿をふりかけることによってですね、非常にかっこいい絵が出るという、この恵比寿の相乗効果もあって映像制作に使えるんじゃないかということが言えると思います。はい、じゃあその水地というもしくは恵比寿というこのゲームで使うランタイム、我々が呼んでいるランタイムという実際にこう動いているエンジンの方ですね、まあ、それはそのまま使えると思うんですが、じゃあこれまではそのゲームエンジンと一緒ということ前提だったので、ワークフローとかは、まあ、ゲームエンジンに任せているわけですね。でも今回新しいツールにするということによって、まあ、自分たちでワークフローを考えなきゃいけないと。でツールはどうしようかということが疑問点として上がってきました。で当初はゲームのエンジンに組み込まれているという想定なので、まあ、例えば我々のオロチ4、これ水地恵比寿と共に入っていますが、こういう感じで、まあ、DCC ツールでモデリングアニメーションとか作成して、水地用の専用のツールを通してマテリアル設定ですとかライティング設定、ポストエフェクト設定をした上で、そこから吐き出したものをオロチのゲームエンジンの方で取り込んで使うというのが、まあ、当初想定されていた使い方なんですね。じゃあこの映像制作をするにあたって、まあ、そのワークフローをあまり崩さずにこのまま使ってみようということで、まあ、DCC ツールでモデリングアニメーションを作成した後に水地エディターと呼ばれる、まあ、専用のツールがあるわけですね。ここの上でマテリアル編集ですとか、まあ、シーン、オブジェクトを言ったりとか、まあ、ライティング、ポストエフェクトで、そこで、出来上がった映像を AOV 出力で、まあ、各要素、いろんな要素をそれぞれEXR ファイルとして吐き出して、それをコンポジットで使うと、まあ、こういうワークフローがとりあえずやってみようということで、いろんな案件にちょっと使ってみたんですね。で一応、まあ、それぞれの案件で一応できてはいたんですが、やっぱりお客さんから上がってきた声として、まあ、初期の学習コストがやっぱり高いと、まあ、新たなツールを覚えないといけないっていうのはちょっと面倒くさいなと、まあ、我々の方でも結構苦労してわざとマヤに似せるっていうUI にしてみたんですが、それでもやはりちょっと学習コストが高いということで、ちょっとお客さんから苦情が来ました。苦情というか、まあ要望ですね。でやっぱりそのマヤマックスに慣れていますので、そのマヤにこれができるのになんでこっちにできないのっていうことがあるので、まあ、それで全部対応していくことすると本当にマヤに等しいものを作らなきゃいけなくなってしまうので、まあ、それはすごい大変だろうということで、まあ、いろいろちょっとこの辺で詰めていったところがありますね。であと、まあ、アセット修正に伴ってツールをいつも行き来するので、やはりその辺の面倒くささっていうのもやはり上がってきました。マヤから編集して HEFX に書き出して、それを水地エディターに取り込んで、でまあ、そこで一方通行であればいいんですけど、やっぱりどっかのタイミングでこのマヤに戻って編集しなきゃいけないっていうケースは多々あるので、まあ、そうするとやっぱりこうツールの行き来が発生してしまいますし、あとデータの動きが私の不整合ですね。当社は FBX を通してファイルを書き出していたんですが、FBX だと含まれない情報っていうのは結構あったりするんですね。 FBX の中にデフォルトでは PBR マテリアルの情報とか持てないですし、あとまあいくつかのディフォーム系の処理が持てないですし、そういう情報があるので、まあ、そういうFBX で持てない情報は水地エディターっていう中でやっていたんですが、まあ、マヤに戻った時にじゃあそのデータどうするのかと、まあ、いくつか失われてしまいますし、最悪ちょっと作り直しみたいなことが発生してしまうので、まあ、この辺の問題がいろいろ上がってきました。じゃあそこでですね方針をちょっと転換していろいろ考え直して、やっぱり DCC ツールを中心にワークフローにしましょうと、まあ、やっぱり皆さん Maya とか Max に慣れていらっしゃいますし、まあ、そこで全部やるのがやっぱり彼らにとってもありがたいでしょうと、あとまあそうですね、
マヤ、例えばマヤですとメルとかスクリプト、Python とかでスクリプトでいろいろこう UI とか書き換えられたりできるので、じゃあまあそれを自分たちのツールで実装するとするとすごい大変ですけど、まあ全てマヤに乗っ取っていれば、全部マヤでついているワークフローのいろいろごちゃごちゃカスタマイズとかがやりやすいでしょうと。それもユーザー側で全部完結できるでしょうと。あとまあフォーマットに関しても FX を使っていたのをちょっとやめて、もうマヤファイルそのものを中心にしましょうということになります。でまあ当初は最初の実装としてはまずマヤに対応しましょうと、まあこれまでいろんな接触してきたお客さんに聞いてみると、やっぱりマヤのユーザーがやっぱり一番多いので、とりあえずまずはマヤでと、でその次にまあ MAX ですとかフーディンとかもやっていきましょうという話ですね。で我々のアプローチとしては、まずマヤのプラグインを作って、さらにそのビューアーとしては独自の独自プロセスとしてビューアーというアプリケーションを作ります。でマヤで編集したものをすべてこの中間のビューアーサーバーと呼ばれるサーバーを通して、すべてのデータのやり取り、コマンドのやり取りを行って、実際のこのマテリアルですとかオブジェクトの確認をすると。で全てマヤファイルを軸にしてデータ管理してますので、マヤファイルのやり取りで全部完結すると。作業者が別でやってもマヤファイルをやり取りして完結するということですね。でゲームエンジンを使って映像制作に使ってみようという試みを、いくつか他の会社さんとかでもやっていらっしゃいますけども、おそらくこんなワークフローになるでしょうと。まず DCC ツールで編集して、いろいろなルック確認しながらこう行ったり来たりして、ある程度満足したら FX で通してエクスポート、FX じゃなくてもコラダとかあったりしますが、何らかのファイル形式を通してゲームエンジンに組み込んで変換して、でゲームエンジン上でしか付けられない情報をつけて、最終的なルックに持っていくと。ただゲームエンジン前で持ってきた後にやっぱり元の DCC ツールを持って変換しなきゃいけない、編集しなきゃいけないというケースは多々ありますので、この辺どうしましょうかと。でこれが例えばこれだと2ライン走ってて複数の作業者がありますけど、そういうことが複数のラインで走ったりすると、意外と結構面倒くさいことになるんじゃないかなと。なので我々が今回提案するワークフローとしてはこういう形ですね。DCC ツールで全ての編集を行って、ビューは本当にルックの確認だけで、複数の作業者がいても全てマヤファイルのやり取りで最後に結合してもっと別のコンテンツを作るとか、なのでこうすごいシンプルになっていくというのが今回我々の目指しているワークフローになります。で開発にあたってですね、じゃあなんでこう別プロセスのビューアプリケーションなのかっていう質問が結構上がってきたわけですね。じゃあなんでこう前でやるんだったら前のビューポートにしないのと。で、当初はもちろんそれも考えたんですが、我々のやりたい構想の一つとしてこういったケースですね。前で編集しつつ、例えば PC のビューアで確認しながら、かつ PS4 でもスイッチでも、あるいはここには載ってないですけど Android のタブレットでも iPad でも iPhone でも、同時に確認したいっていう、こうこれができるようにしたいという構想もありまして、これが前のビューボードだとちょっとやりづらい、もしくは不可能だったりするので、別プロセスのビューアーにした方がいいでしょうということで、別プロセスのビューアーにしました。でもう一つのメリットはですね、じゃあ前のビューボードとして実装してしまうと、今度 MAX に移行したときにまた一から作り直さなきゃいけないということもあるので、もちろん UI としての前のプラグイン、それを MAX に持っていくときは MAX 用に作らなきゃいけないんですが、こちら側の別のビューアーとしては、もう1回完成させてしまえば、どんな GCC ツールにも使えるようになるということもメリットと一つで考えました。で、もう一つ別プロセスにするメリットとして、マヤのビューポートにしてしまうと、何らかの理由でビューポートがクラッシュしたときに、マヤ物事を吹っ飛んでしまうと。それはちょっと避けたいので、ビューアーは、仮にビューアーがクラッシュして落ちてしまったとしても、マヤ側は無事ですので、もう一回ビューアー起動して、つなぎ直すとか、もう一回セーブしてもう一回つなぎ直すとか、そういったことが可能なので、よりコンテンツ作成者にとって安全になるでしょうと。でもう一つ使い方として考えられるのが、デザイナーさんがこういろいろなデザイナーアートをキャラクターとかオブジェクトを作っていく過程で、ディレクターさんが確認するということはよくあると思いますが、普通ですとそのデザイナーさんの席に行ってディレクターさんに確認してもらってアーダコーダ修正要望をもらうと思うんですが、我々のこのツールを使うとですね、そのディレクターさん、このビュアっていうのは別のプロセスでもいいわけですね。別のマシンでいいわけなので、
例えばディレクターさんはディレクターの席で、あのデザイナーさんがそのデザイナーさんの席で作業している中で、ディレクターさんがそこ独自でビューアー立ち上げて同時に確認すると、まあ、そこでまあチャットなり電話なり使って予防、こういう人は修正してくれという予防も挙げられると思います。なのでこういう使い方も考えられると。で、言ってしまえばまあ同じ社内でなくてもいいわけですね。国内のどっかの外注さんでもいいですし、あるいは国外のどっかの外注さんでも同じような使い方ができると。なのでこういうメリットも考えられるということで、別プロセスにするという決断になりました。で、これからちょっと具体的な前のプラグインとしてどういったことを実装して、どういったことに注意して実装したかっていうのをちょっと簡単ですが説明していこうと思います。で、まあ、まずポリシー前提としてですね、すべての設定をマヤ上で完結させたいと。すべての編集はこのマヤ上で確認すると。シーンの構築ですとか、まあ、モデリングの作業ももちろんですし、アニメーションの設定作成、まあ、マテリアルの設定もそうですね。あと、まあ、ランタイムリアルタイム特有のデータ の設定ですとか、水市特有の、まあ、これはエビスの特有のもそうですが、その辺の設定も全部マヤ上で行うと。で、その編集結果をリアルタイムにビューアーで反省させて、リアルな CG はそちらの方で確認してもらうというのが、マヤプラグインのポリシー前提となります。で、実際をしたこととしては、もちろんこの辺のパラメータですね、まあ、ライティングもそうですし、マテリアル、アニメーション、カメラ、その辺のリアルタイムのパラメータをすべてリアルタイム更新で、リアルタイム通信でビューアーに通して渡すということを、まあ、実装していきました。なのでこの絵でいうと、まあ、ライトのポジションを動かしたりとか、スポットライトの角度を変えたり、色の輝度を変えたりとか、まあ、その辺が全部リアルタイムで、別のビューアーで、右側に映っているのは別のビューアーのアプリケーションですね。これで確認できると。それが前の編集上で全て行えると。で、もう一つ肝となるのがマテリアルの作成ですね。これまでは水地エディターと呼ばれるツール上で独自の UI でマテリアル全部作っていたんですが、やっぱりそれだと、やっぱり普通のマヤのユーザーの人って使いづらいということで、全てマヤのノードグラフのエディター上で行うということになっています。なのでこの図のように、まあどの PBR マテリアルですとか、まあ、グラスとか SSS とかマテリアルの種類を選んでいただいて、で、目印のマテリアルというのはそのレイヤーの積み重ねで出来上がっているわけですね。まあ、レイヤーグループというのもあって、そのレイヤーグループが複数あって、それぞれブレンドを決めるわけなんですけど、さらにそのレイヤーグループの中にレイヤーというのがあります。で、この辺のレイヤーとレイヤーグループの組み合わせをこのノードグラフでいじりながら、ノードグラフで普通のマヤのノードグラフと同じようにつなげていじりながらマテリアルを確認できるというのが一つの肝ですね。核となる部分になります。で、あとは、これはエビスを用いたポストエフェクトですね。被写界深度ですとか、グライですとか、モーションブラー、アンビエントオクルージョンとか、その辺の、エビスには非常に多彩なパラメータがありますので、非常に重たい処理をやって非常に高品質なポストエフェクトにできますし、あるいはちょっと、クオリティを抑えて軽めに設定して非常に軽めに出すということもできますし、まあ、いろんなパラメータがあるんですが、まあ、その辺が全部マヤのプラグインでマヤ上で行えると。で、もう一つ苦労した点としてはですね、まあ、アニメーションの、ベイクですね。まあ、せっかくリアルタイムで通信できるんですが、アニメーションを編集してこのカーブをいじったりして、じゃあこれを実際にリアルタイムに持っていこうするときに、やっぱりベイクという処理が必要になっていたんですね、これまで。なので、ものによってまあ数秒とか数分とかかかっていたので、せっかくリアルタイムにしてもメリットがまあちょっと薄れてしまうということで、その辺の高速化している独自で行いまして、もうリグを含んだ複雑なアニメーションでもリアルタイムにこう編集しながら実際にこうリアルビューに反映されると。なので、ベイクをするという処理が全部必要なくなったというところが結構大きなところかなと。で、あとはまあそうですね、リグを含んだアニメーションはもちろんですが、アニメーションカーブ、マヤ上でつけられるアニメーションカーブがつけられるものすべ、ほぼすべてに対して、パラメータ、我々はパラメータアニメーションと言いますから、そういうマテリアルの色ですとか、まあ、カメラのそうですね、フォーカスする距離ですとか、まあ、ライトの色、角度、強さとか、まあ、その辺が全部パラメータとして、マヤで編集、アニメーションカーブをつけられるものすべてに対して、リアルタイムで編集結果がビュアで見れるようになると。で、その辺もですね、まあ、マヤのアニメーションカーブを我々の方で独自に実装して完全に一致するように実装いたしました。で、次に、まあ、ディフォーム系の処理ですね。ゲームのエンジン、ゲームに使う用途ですと、まあ、スキニングとか、まあ、サブディビジョン特定に使ったりしますが、
ラップとかラティスっていうディフォーム系の処理、まあ普通ゲームではあまり使わないんですが、まあ映像制作では結構対応するということで、この辺のラップラティスの処理も実装しました。この辺もですね、あの前の挙動と見ながらコンピュータシェーダーで どうやって実装すればいいのかとこう見ながらこうちゃんと一致するようにコンピュータシェーダー使って実装いたしました。でこの辺の処理もですね、スキニングはあるんですけど、 FBX にはスキニング以外のディフォームって多分確か、含められないはずだったんですね。この辺もあの FBX を使わなくなった理由で、まあ、この辺のラップとかラティスのディフォームの処理も独自のMaya のファイルと対になるフォーマットに収めるようにすることによって可能になると。あとまあゲーム特有 のプリレンの方にあんまり馴染みのないパラメータの設定とかもありまして、まあ、レベルオブディテールはもちろんですが、このノードの属性ですね、リアルタイムですと、まあ、いろんなこうなんですかね、ノードに種類付けすることによっていろんな拘束が剥がれるので、まあ、例えばダイナミック、スタティック、まあ、動的なオブジェクトなのか、つまりこう色常に動いているオブジェクトなのか、そうじゃなくてもう一度置いたらそのままにいる静的なオブジェクトなのかとか、あるいはまあ、ゲームエンジンだとよくやりますけど、まあ、シャドウオンリーといって実際の描画には非常に複雑な何百万ポリゴンというキャラクターだったりするんですけど、まあ、シャドウにそんな何百万ポリゴンっていらないでしょうと。シャドウとしてはシルエットが描画できればいいので、シルエットだけはかたどった非常にシンプルになった戻りを、これをシャドウ用に使うとか、そういういろんなフラグがあるので、まあ、そういうフラグも作るUI とかもあります。あとはもちろんコンポジット向けですね。ここで映像制作リアルタイムで動かしてアニメーションつけて全部きれいに動くんですけど、多分これだけでは映像制作では完結しなくて、やっぱりコンポジットを行いたいっていうフェーズがあると思うので、まあ、ここの全ての要素を必要になるであろう要素を個別に書き出すということができます。まあ、それぞれのマスクですとかベロシティ振動ですとかカラー、あと、まあそうですね、シャドウオクルージョンもろもろ、まあ、この辺を OpenEXR の 32bit のファイルとして書き出して、コンポジット、まあ、Nuke ですか、いろんなツールを使ってコンポジットできるように、その辺の出力も対応しました。で、これからは、ちょっとビュアー側の実装になりますけども、で、ビュアー側のポリシーですね。ビュアーとしては、本当にビュアーですね。本当に見るだけ。編集機能は基本行わないです。まあ、ちょっとオブジェクトを選択してちょっと動かしたりとかライトを動かしたりとか、まあ、できるはできるんですけど、あくまでデバッグ用途でして、基本編集はここでは行わないっていうのがポリシーです。なのでビジュアルの確認とパフォーマンスの確認、まあ、あとはデバッグ機能を使ってちょっとなんかおかしいなっていう時にデバッグ機能を使ってちょっと確認すると。でついている機能として、まあ、アニメーションをこうコントローラーですね、前と連携としてアニメーションのフレーム各連携して同時に同期することも可能なんですけど、ビューアー単体で動かすこともできますので、そのファイルをポンって放り込んだときにアニメーションを一通り流してみたいとか、ちょっと止めてみたいとか、あるいは特定のフレームだけこう再生させたいとか、まあそういうこともできるようになっています。あとはまあ前のユーザーさんならおなじみのアウトライナーですね。ここで階層構造を確認したりとか、まあそこでアウトライナー上でオブジェクトを確認してワイヤーフレーム表示したりとか、そういうこともできます。あとは各種デバッグ機能ですね、まあ、ランタイムゲーム用のエンジンですので、いろんなデバッグ機能がついています。まあ、FPS の確認ですとか、まあ、ノードカウント、これはまあオブジェクトの数ですね、まあ、どれぐらいのオブジェクト数があるのかとか、まあ、あとはシーンの情報、今カメラがどっちを向いてて、今どこにいるのかとか、あるいはフォーカスしている距離が今どこなのかとか、あとはそうですね、何万ポリゴン描画しているのかとか、何万頂点があるのかとか、そういう情報も出せます。あとは特定のオブジェクトを選んでワイヤーフレーム表示したりとか、まあ、もろもろデバッグ表示はたくさんついています。あとまあデバッグ表示とともに重要なのが、まあパフォーマンス解析ですね。どの辺でどれぐらい時間かかっているのかっていうのをいろいろ解析したりするツールも揃っていまして、まあ、これはもちろん CPU、GPU 両方ですね。なので、シャドウが重いのか、それとも恵比寿にいるポストエフェクトが重いのかとか、まあ、CPU ですとオブジェクトのコンスタントバッファーと呼ばれるその、まあ、前段階の描画の前段階の準備が重いのか、それとも、そうですね、例えば、描画 UI の描画で重いのか、そういうところを CPU と GPU で共に確認できると。でこれがリアルタイムですので、普通にこうバーって動いているんですが、特定のフレームでちょっとこのフリーズビューというのが左上の方にあるんですけど、これやって特定のフレームでどれぐらいのそれぞれの関数でどれぐらい何ミリセックかかっているのかとか、そういうのも表示できるようになっています。あとはアセットの確認ですね。
そのシーンで使われているテクスチャーをもちろんそのまま確認できますし、あとはレンダリングのパスで途中の経過で使われているもの、まあ、それがまあマイフレーム更新されていくわけですけども、まあ、それもリアルタイムに確認できるようになっていますね。でこれはまだ実装中ではあるんですが、エンライテンの組み込み、グローバルイルミネーションを計算してくれるソリューションですね。まあ、これも、だいたいライトマップはほぼ動作確認済んでまして、あとまあ最終的な組み込みの作業だけ確認の残ってるんですが、まあ、これもマヤからこう制御を行う形で組み込みます。GI、この例えばこのオブジェクト、このノードはGI の回線で含めるか含めないかとか、そのライトマップの解像度をどれぐらいにするかとか、そういうのもですね、この辺も前のプラグイン上で行えるようにしていると。あとレイトレーシングですね。これはリアルタイムのレイトレーシングで、DXR を使っていますが、この辺の、オブジェクトの反射ですとか影とか、その辺のリアルタイムで、ランタイム側の実装は大体終わっていて、あとはその UI として組み込んでいくというところだけちょっと残っているかなというところですね。でこれからの対応予定として、ちょっと現状リアルタイムで更新できないものがいくつかありまして、やっぱりオブジェクトの編集ですね、頂点を動かしたりとか面を動かしたりとか、オブジェクトの形状が変わるもの、それに関してはちょっと現状ではリアルタイムでできなくて、再エクスポートというUI のオプションがあるんですが、再エクスポートしていただく必要があります。ただこれもですね、やっぱりこの辺もリアルタイムでやっていて いけてほしいというお客さんの要望はただありますので、これも随時対応していく予定であります。やり方は大体分かってて、こうやっていけばいいでしょうっていうのは大体目処は立っているので、まだまだ実装していくだけかなと。で今後の展開として、リアルタイム その通信の部分ですね、これ強化していくところにはもちろん引き続きやっていきますし、あと天候表現ですね、今研究中の雨雪プロシージャルな雪雲とか、その辺についても成果が上がってき次第どんどん取り入れていこうという感じですね。雲については、この図のような雲の描画に関してはもうすでに実装できてますので、この辺も確認できると思います。あとはですね、やはりリアルタイムで動かせなくて、本当に遅くてもいいからすごいリアルな絵を出したいってお客さんも時にあったりするので、そういうシチュエーションの時にちょっとオフライン用のレイトレも導入しようかなと。NVIDIA のオプティックスですとか、NVIDIA のプロレンダラとか、どちらかもしくは両方とも対応するっていうことも考えています。あとはより高品質な特殊質感で、これはですね、例えば水地ですと、布の表現ですとか車のクリアコートですとか、その辺もできるはできるんですが、ある特定のお客さんによってはもっとリアルな、遅くてもいいからすごいリアルな、例えば衣服ですと、もう繊維の糸の一本一本が見えるぐらいの、そういうものを表現したいシチュエーションがあったりすると。あるいはカーで車とかですと、車業界の計測した BRDF の情報をそのまま出したい、遅くてもいいからすごい正確に出したいっていう要望もあったりしますので、この辺も実装していこうかなと。あとは前の標準についているアーノルドですね、この辺のマテリアルも、水地のマテリアルと互換性を持たせて、行き来できるようにすれば、これまでの資産が生きてきますし、作業の効率にもつながるのかなと。この辺もやっていきたいと思っていますね。あとそうですね、製造業、車業界のお客さんですと、やっぱり CAD との連携が非常に重要と言われていますので、その辺も強化していきたいなと思っています。あとはそうですね、我々にも経営者にも R&D の部署がありまして、やってることはいろいろあるんですが、例えば機械学習によってこう、今ですとやっぱりキャラクターがその不気味の谷を越えられてない、特に映画、ゲーム関係ですと、そうですね、より人物をリアルに見せると、機械学習を使って人物をよりリアルに見せる、でそれをリアルタイムに行うっていうことを研究していまして、これの成果が上がってき次第どんどん取り入れていこうかなと。あとはプロシージャルによるモデル作成ですとかアセット作成ですね、特に自然物とかプロシージャルがよく効いてくるんじゃないかなと。あとは水地、これまでリアルな映像ばかりこう注目されていましたけど、実は NPR というノンフォト系もできるようになっていまして、カートゥーンですとかアニメ調のキャラクターですとか、そういうのもできるようになっています。なのでこの辺の強化するというところと、それと結構関連が深いんですが、このレンダリングワークフローツールというのも作成していまして、これは 何かといいますとですね、こういった感じの、ツールで、先ほどの
ノードグラフでマテリアル作るっていうのがありましたけども、まあ、ノードグラフでマテリアルのシェーダーをこういじっていくっていうのは、それはそれで非常に重要なんですが、我々はそれでは不十分だと思っていまして、やっぱりこう特に NPR ですといろんなパスを重ねて、しかも特に正解がないので、あのデザイナーさんの方でもう創意工夫によっていろんな表現ができるわけですね。まあ、それをやるときにマテリアルのシェーダーを変えるだけではやっぱり不十分で、このレンダリングの流れですね、この描画をやってこの描画をやって、それぞれのアウトプットをこの次のパスの流れの入力としてつなげて、そこからの出力をさらに次のパスの入力につなげると、まあ、これまではだいたいプログラマーさんがコードで書いてきた部分ですが、まあ、その辺をアーティストさんが自由にできるようになれば、よりもっとこうクリエイティブなものが出来上がってくるんじゃないかと。まあ、ちょっとこの場合はアーティストさんといってもちょっとテクニカル寄りな人である必要があると思いますが、まあ、デザイナーさんでちょっとテクニカルな要素が持っている方であれば十分使えるようにものにしていきたいなと思っています。でこれは先ほどの前のツールとはちょっとまた別のツールにしています。でこれはですね、なぜかというと、まあ、これはこれで単体として別の製品にできるんじゃないかということで別のツールになっています。はい。で、これからちょっと皆さんお待ちかねの実演デモに川野からさせていただこうと思います。はい、スリコムスタジオの川野と申します。ここからはですね、私の方から実際の、まあ、今まで辻の方から説明があったツールの方をちょっと簡単にご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず、はい、今マヤが立ち上がってますが、まあ、こちらが実際そのプラグインといいますかを読み込んだ状態となっております。まあ、マヤに寄せた分ですね、非常にツールとしては地味な見た目になってますが、そこはちょっとご了承くださいという形で、はい、進めさせていただきます。そうですね、プラグインを読んだ状態ですと、ここのメニューに見づちというものがまず表示されています。まあ、ここから、まあ、先ほどの説明もあった専用のノードとかを作れるんですが、まあ、これとほぼほぼ同等以上の機能があるこの専用のウィンドウですね、こちらを主に使う形のフローとなっています。でここは大きく3つ、ちょっと UI ちっちゃいですが、まあ、3つの要素になってまして、まあ、ここが先ほどのメニューとほぼ機能がかぶるんですが、ここで専用のノードを作れるような機能になってます。まあ、選択してダブルクリックすれば作れるような形ですね。で真ん中がスライド中も結構強調してあった外部ビューアーになってますので、まあ、ビューアーを立ち上げたりですとか、まあ、その通信をさせるサーバーを立ち上げたりですとか、まあ、モデルを書き出すみたいなところになってます。で一番下が、まあ、インフォメーションですね。ここ、まあ、マヤの普通のログでいろいろエラーとかワーニングとかも出てるんですが、まあ、比較的情報が流れやすいと。で何がエラーかわからんみたいな、結構そういう状況もありましたので、まあ、ここには実際はこのワーニングとかエラーとか必要な情報だけ出してあげるみたいなものを専用で用意をしてあげているという形になってます。じゃあここからは実際、まあ、モデルを表示するような流れを見ていきたいと思います。でまずじゃあちょっとサーバーを立ち上げてみます。ちょっと UI が出ましたね。マヤとビューアーをつなぐものですので、まあ、今ここにチェックで上がマヤなんですね。マヤとは接続できてますよ。で下がまあビューアーとは接続できてないですよっていうような表示になってます。じゃあちょっとビューアーも立ち上げてみます。はい、こちらがビューアーになってます。でまあ、ビューアーが立ち上がりましたので、これまあ PC 版のビューアーですので、 DirectX11 ビューアーみたいな形になってます。これがまあスライドにあった通りですね、まあ、プレイステーション4でしたら、まあここにプレイステーション4ビューアーみたいな形で接続が行われるという形になります。でこちらまあビューアーになってまして、まあ、初期状態はこういうスタジオ風の
IBL の環境が表示される形になってます。で右クリックで、まあ、スライドにあった、まあ、FPS であったりいろんなノード数のカウントであったりそういう情報がこういう手順で見れるような仕組みになってます。あと、まあ、こっちじゃないですね、プロファイラーですね、まあ、こういった形で、まあ、今の処理負荷ですとか、まあ、ここで CPU と GPU を切り替えて見るみたいなプロファイラーが用意されてます。はい、じゃあ実際、まあ、モデルを出していく形にしたいと思います。そうですね、まあプリミティブから作ってもいいんですが、まあセデックといえば、まあ、ティーポットかなというところもありますので、ちょっとティーポット、これは何も設定されてないティーポットになってます。じゃあちょっとこちらを出力してみたいと思います。まあそうですね、ここに、まあ、エクスポートがあるので今エクスポートのボタンを押してあげたという状態になってます。この状態で接続、まあその更新の連携はされてますので、まあ、マヤ上でこう動かしたものがそのままこっちで確認できるという形になっています。もちろんこの SRT とかですね、こういうものもここ上でこう編集できると。で今チェック柄のマテリアルが割り振られてますが、これは 何かと言いますと、今マヤ上で見ると、まあ、デフォルトのランバードマテリアルが割り振られていて、まあアーノルドのマテリアルに対応という話もあるんですが、現状専用のマテリアルを割り振ってあげる必要があります。ですので今ランバードのマテリアルが割り振られているというところで、ちょっとエラーマテリアルみたいな感じのマテリアルになってます。ですのでちょっとじゃあ専用のマテリアルを割り当てていこうかと思います。この辺りは普通の、そうですね、通常のマヤのフローになってます。ここに水地メニューみたいなのを追加してまして、ここ上から、まあ、マテリアルを選択してあげるとクリエイトされるみたいな、まあ、マヤを理解されているデザイナーさんからは、まあ、そうだよねみたいなところになってるかなとは思います。でここで、まあ、ちょっとアサインをしてあげて、そうですね、ちょっとスライドにもあったんですが、今ちょっとモデルの編集みたいなところに関しましては、ちょっと一回エクスポートが必要なのでちょっとエクスポートをします。はい、こういった形ですね。まあデフォルトの初期パラメータがグレーのこのマットなものになっているので、それが表示されているという形になります。で一度エクスポートをしてしまえば、まあ、連携はしてますので、ここ上でちょっと解像度があるんですね、ここ上で、まあ、カラーをマヤ上もベースカラーは通し、まあ、表示される形になってます。こういう感じですね。もちろん他のパラメーターも対応してまして、こういった形で、まあ、ラフネスとかを上げるとこうツルツルしたような質感にもなりますし、まあ、メタリック、金属度合いみたいなパラメータをこうやってあげると、まあ、簡単にパラメータが見れると、まあ、完全に白にすると、まあ鏡みたいな質感になりますね。よし、でテクスチャーに関しましても、ちょっとテクスチャーの割り当てで一回エクスポートが必要になってしまうんですが、まあ、編集自体は通信に対応してますので、ちょっとそのあたりもご説明します。スライドにもありました通り、実際はこのノードグラフからも設定ができまして、まあ、レイヤーみたいなところをじゃあちょっとやってみたいと思います。でテクスチャーをちょっとこう投げてみると、でテクスチャーの、まあ、
マスクなどはまあ1チャンネルの情報で良いので、まあ、今回はちょっと R チャンネルをここにつないであげると。で、まあそうですね。で、まあこういう感じでちょっとエクスポートが、そうなんですか。まあ今チェック柄のマスクのテクスチャーを割り当ててあげたので、こういう感じでデフォルトのマテリアルをの部分と先ほどの金色みたいなマテリアルの部分が表示された形になっています。で、ここ上でこのラフネスであったりカラーを変えればこう編集もできますし、 UV ですね、ちょっと細かすぎるのかなと思ったら、まあ、ここ前あの UI でですね、まあ、リピートを変えてあげたりとか、まあ、角度を変えてあげるですとか、オフセットを変えてあげるっていうのも、まあ、通信しながら行う形になってます。ですので、まあ、現状ちょっと何回かエクスポートが必要にはなってるんですが、まあ、こういった形でマヤで編集しながら、まあ、リアルタイムのアウトプットを見ながら編集するみたいな形になってます。はい。で、ここからちょっとライティング周りもちょっと同時に見ていきたいと思います。ライトはそうですね、ライトに関しましては専用のライトというよりはマヤの通常のライトプラスカスタムみたいなものになってます。じゃあちょっと、ちょっとエクスポートをします。はい。で、そうですね、ちょっとこちらのビューアー上で見えないので、まあ、アイコンを表示させてあげました。で、これ通常のディレクショナルライトですね。で、こちらもまあ通信しながらできまして、まあちょっとどこ向いてるかあれですが、ここ上でまあ角ですとか、まあカラーですね。で、まあ強度みたいなところは、まあマヤのデフォルトの UI と同じものを使って編集することができます。で、ちょっとちっちゃくて見づらいんですが、まあ専用のパラメータに関しましてはちょっと隣に水地タブみたいなものを設けてまして、こちらで選択設定してあげる形になります。まあリアルタイムとオフラインの結構大きな違いはやっぱシャドウ周りがありますので、まあ大きくはシャドウ周りの設定をここでしてあげるような形になっています。こういう感じですね。で、ついでにこのデフォルトのスタジオの IBL も、まあ、テクスチャを割り当てれば変えれますので、ちょっとそこも変えてみたいと思います。こちらは、まあ、水地上ではスカイマップという単語で呼んでまして、まあ、そこに対してテクスチャを割り当ててあげると。で、テクスチャを割り当てない状態ですとこのスタジオが表示されるみたいな形になってます。ですので、ちょっとこの夕方みたいなやつをちょっと割り当てます。こんな感じです。まあ、テクスチャを割り当ててあげれば、まあ、簡単に変更、まあ、適用されるような感じになってます。今はちょっとあのDDS のスカイキューマップですね、をちょっと割り当ててあげる必要があるんですが、まあ、通常のパノラマの写真を割り当てれば勝手にこうなってくれるというものもほぼほぼできてますので、まあ、実際評価版ですとかリリースの際にはそういうフローになっているかと思います。はい。
で、あとは、まあ、ポストエクトですね。ポストエクトもここ上でできますので、まあ、ちょっと、まあ、こういう感じで、こちらも専用のノードがありまして、まあ、このタブの集合体みたいなやつで、まあ、こういった感じです、ね、露出ですとか、まあ、被写界振動をオンオフしたり、まあ、被写界振動の強さを変えてあげるとか、そういうのがまあ通信しながら行えるという形になっています。ちょっと駆け足になっているんですが、こういった形でですね、まあ、一通りの絵作りをここ上でやってあげるみたいな感じになっています。そうですね、今なんか黒いのが出てますが、これは多分ミアが近すぎるからですね。はい、でですね、まあ、じゃあこのデータは実際どうなってんだっていうところも紹介させていただきます。まあ、デフォルトの、まあ、ちょっとコマンドとかを使えば変えることもできるんですが、デフォルトだとマヤのファイルと同じ場所に中間ファイル、まあ、中間フォーマットが書き出されるみたいな仕組みになってます。こちらは、まあ、マヤは編集するものではあるんですが、スライドにもあった通り、まあ、こちらをドラッグ&ドロップとかしてあげれば、こういった感じですね。まあ、編集をしないのであれば、こういうデータの受け渡しだけでも、まあ、確認に回すですとか、まあ、何かに使うとかができるような感じになってます。ちなみにこのデータは1200万ポリゴンぐらいあるんですが、まあ、割と高速に今プレビューまで来れたと思います。はい、そうですね、こういった感じで割と作り込まれたデータになっていますね。内装などもそうですね。はい、が今 4K のレンダリングで割とサクサク動いているというところが確認いただけるかと思います。で、次に、まあ、アニメーションもちょっと軽く説明させていただきます。じゃあちょっとこのティーポットを使ってですね、説明いたします。で、まあ、ここ上でアニメーションをつけて、まあ、これをエクスポートしたら、まあ、アニメーションが出るでしょうというのは、まあ、ありますが、まあ、あんまり面白くないので、もう一つの機能を説明します。はい、こちらはですね、我々はスライダー同期と呼んでいる機能になるんですが、マヤのスライダーを再現しようみたいな試みの機能になっています。こちらを使うとですね、まあ、マヤのスライダーを動かしてあげるとそれと同じ動きをするという代物になってまして、ここ上でなんか適当にアニメーションをつけると、それがビューアにも反映されると。で、スライダーを再生してあげると同じ動きをするみたいなものになっています。スライダーを再現するという形ですので、まあ、もちろんキーのコピーですとか、キーを移動するとか、そのあたりもまあ、マヤのビューポートを見るかのごとく再現できるという機能になっています。で、そうですね、こちらですが、まあ、スライダーにもあった通り、スタティックなものだけじゃなくてですね、リグにも対応をしておりますというところをちょっとご紹介させていただきます。
って感じです。こちらはベークしていないこのヒューマン IK を使ったものになってます。仕組み的には別にヒューマン IK とかもうにとらわれることなく、その、まあ、映像のプロダクションさんであれば独自に作ったリグとかも多数あるかと思いますので、そういうものにも全て対応できる仕組みになっています。実際にはですね、このスキミングされているので、まあ、ジョイントがあると思うんですが、そちらのデータを転送してあげるような仕組みになっています。ですので、まあ、ここ上で、まあ、すごくしゃがんだようなものをやってあげるとここで再現できるという形でですね、まあ、FBX とかであれば一回ベークしてみないと見れなかったっていうところも、ここ上でベークせずにですね、まあ、カットシーンですとかそういうものも作れてくるというものになっています。こういう感じですね。で、まあ、せっかくのセデックですので、まあ、これの唯一の弱点が1個ありまして、マヤ上が重いとこれはちょっと破綻してしまう仕組みなんですね。だからここのタイムスライダーを今 0.5 とかにやるとそれも反映されるんですが、マヤ側が処理落ちしてしまうと処理落ちを拾って処理落ちした、まあ、こっちがビューアー側がたとえ 100fps とかで動いていてもちょっと処理落ちしたような見た目になってしまうと、それは困ったというところでですね、まあそうですね、まあマヤ側はそのアニメーションモデルのような軽量なモデルを表示しながら、実際のビューアー側はレンダリングモデルのような高品質なモデルを表示させるみたいな機能も今目下開発中でして、まあ実際もうすぐできるタイミングで、ちょっとセデックには間に合わなかったんですが、できるタイミングですので、そういう機能も使うことでより効率的にデータが作れるんじゃないかというフローとなっております。はい、そうですね、ちょっと時間もあれのようですので、ツールの実演としてはこちらで以上とさせていただきます。じゃあちょっと引き続き辻の方に。ご紹介させていただいたのと、まあそれの実装 あのどういうものを実装したかっていうのと、そうですね、で今回 あのツールですね、こういったのをどういった用途で、じゃあ実際にどう使われてどういった用途で使えるのかっていうところで、まあ、もちろんこれまで何度も話に出た映像制作に使えますし、まあ、コマーシャルの制作とかそういうのも含めてですね、まあ、何らかの CG を使った映像制作に使えるでしょうというところと、あとは車とか建築とかの業界、まあ、あの冒頭に紹介した住友さんの例でもありますし、ああいうところでも使えますし、もしくはその SDK を使ってだけを使ってですね、新しいなんかビジュアリゼーションのアプリケーションを作りたいというところも可能になります。あとはこの最近よくあるのが、あの機械学習によってなんかこう AI を使って何かやりたいっていう人は結構たくさんいてですね、まあ、そういうところでも CG を使って大量の機械学習の学習データを作るとか、まあ、そういう用途にも使えるんじゃないかと。で実際にまあそうですね、まあ、幅広い話になってしまいますが、多分こう CG 制作をあのやる上でこう非常に短期間で非常に少ないコストであのたくさん作りたいっていう用途に向いてるんじゃないかなと思います。で、まあ、肝心のリリース時期ですけども、そうですね、今年いっぱいまで開発を結構頑張って、来年の春ぐらいから売り始められたらいいかなと考えています。でもちろんそれまでにちょっと触ってみたいというお客さんがいらっしゃれば、もちろん我々に問い合わせていただければご相談の上提供させていただきたいと思いますし、あとそうですね、まあ、この場でもいいですし、我々2階にブースがありますので、まあ、その場に来ていただいて、まあ、実際にこう、そうですね、質疑応答というかいろんな話し合いをしたいなと、こういう用途で使いたいんだけどこれどうとか、
こういう予防を実装してみたいんだけどどうとか、そういう話をぜひやっていていきたいなと思っていますので、ぜひあのブースの方にお越しください。まあ、ブースに来られなくても弊社の方に問い合わせていただければ、あの何らかの形でミーティングをセットアップしてあのお話しさせていただこうかなと思います。はい、じゃあ、これで今回の我々の、プレゼンテーションとしては一旦終わりとさせていただこうと思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。はい、はい、あ、じゃあ、せっかくですので何か、まあ、何らかの質問があれば。どうもありがとうございました。あの最後にあの機械学習の教師データの作成というのがあったんですけど、はい、これは具体的にどういったものを想定されているでしょうか。そうですね、例えば、車としてシミュレーションで走らせてタグ付けをしてこの自動運転の学習用に使うとか、まあ、それを実写で撮るのが一番いいんでしょうけど、まあ、いろんな同じ道路でもいろんなシチュエーションがありますので、それ全通りパターンやっていくのは大変なので、 CG でできるだけリアルなら CG でやりたいという、そういう案件とかもありましたね。あともう一つあったのは、あのそうですね、例えば今度はこう車がドライバーの方向いててドライバーが寝てるかどうかとか、どういう状態なのかっていうのを学習するとか、そういうのに使われたりするケースもあったりします。ありがとうございました。はい、他に何でも質問ございますが、まあ、はい、はい、講演ありがとうございました。すごい技術だと思います。で、SDK の利用みたいな話もされてましたけども、はい、SDK でその考えられている用途みたいなのを教えていただけるとありがたいのですが。そうですね、例えばあの先ほどの住友さんの例ですと、彼らの場合はですと SDK を使って彼ら あのハウスメーカー の 色を一旦色を作ってお客さんに見せて、じゃあカーペットのどうしましょうとか、そういったビジュアリゼーションのアプリケーションを彼らは作っていたんですけども、そこのレンダリングの部分を我々の技術に差し替えて作ったというケースもあります。なので何らかのビジュアリゼーションのアプリケーション、このツールに限らずあのビジュアリゼーションのアプリケーションとして何か作りたい、 VR でも何でもいいですけど、まあ、そういう時にこの SDK のレンダリングが欲しいと、あるいはレンダリングを差し替えたいという時にあの我々の SDK を使っていただければ、あのなんか、まあ、こちらに自宅開発させていただいてもいいですし、本社の方で独自に開発していただいてもいいですし。あ、じゃあすみません、基本的に考えられている用途はレンダラー側の拡張のための SDK。あ、そうですね、はい、あ、じゃあこのレンダラーを入れた上での仕組みじゃないとこの SDK は使えない。あのすみません、ちょっとマヤの通信のところがすごいなと思ったんで、はい、例えばその別のレンダラーに対してアクセスできるような、あ、はいはいはい、SDK でサポートしてくるとすごいなって、はいはい、なるほど、そうですね、そういった用途も実は考えられてあるんじゃないかとは言われていて、で実際そのコマンド自体はプロトコールなので、まあ、そのプロトコールのその御社側のレンダラーの方でそのプロトコールに応えるっていうところをやっていただければ、あの同じようなことはできるかなと思います。ありがとうございます。はい、はい、他に何かありますでしょうか。はい、じゃあどうもご清聴ありがとうございました。